自分が小さい時、ものすごく貧乏だったのですね。母親が心臓が弱かったので、病院の入退院を繰り返して、で、私が3歳の時に、僕の目の前で母親が倒れました。その時、お腹に赤ちゃんが入ってて、入退院してしまったんですね。女の子でした。病院行ったら、もう面会者でつってなってて、父親が、 会いたいって言ったら母さんとも会えないよ、もう母体も危なかったんですね。小さい時からなんかこう、いつの間にか母を大事にしなくちゃいけない、で貧乏だから、お金があれば幸せになれるっていう思いがあったんですね。大きくなっていく中で、中学生ぐらいから非行に入ってきました。初めて泥棒して捕まって警察に捕まって、しましょう書いてたんですね。まあ初めてっていうことだったので、まあ許されました。で、中学校3年生の時にまた大きな罪をしてしまって、 隣3人と、そしたらすぐ少年、僕だけが2回の裁判を受けたんですね。そして法務監察5年の刑を言い渡されたんですよ。高校2年になって、北海道の紋別っていうところから埼玉県に就職行きました。そこで隣の女の子、出会って18で結婚しました。初めのうちは真面目にやっていたんだけども、だん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 仕事にも行かなくなって、また給料もらうとまっすぐジャンソンに行って、 その給料がなくなるまで全部打ち続けるんですね。で、空の封筒を持って帰ってきて、これって言ったら、どうやって生活するの、お前は働けばいいだろうっていう、どんどんその家族、夫婦関係もおかしくなってきました。20歳の時に、また会社が不況だったので、彼女を連れて私は北海道に戻りました。その中で、こう彼女と一緒に生活してる中で、自分がもう家にほとんど帰れなかったんですね。 暴走族を作って、お前一致死んだって言ったりして、そしてもうたまに帰ると暴力を振ってきました。彼女もお願いだから帰ってきて、その人は九州の人なんですね。だから北海道には誰も身寄りがいないんですよ。僕しか頼るしかいない。でも、ほとんど私は帰らない。帰ると暴力を振ってく。その中で彼女も泣きながら出てきました。21の時です。人生は一回しかないんじゃないか。真面目に暮らしても、不真面目に暮らしても、どうせ死んだったらたくさん金を儲けてやる。 そういうものとか、そのモンベツっていうところから札幌に出てったんですね。で、札幌行ってディスコやるかとか、また飲みに行ったりして遊んでいました。そしたら、その時にヤクザのお兄さんと会うんですよ。で、そのお兄さんはどこに行ってもあるんですね。飲みに行ってもディスコに行っても必ず会うんですよ。で、会うたんびにうちの国に来ないかって言われるんですね。スカウトされるんですよ。で、暴走族やってた頃も結構いろんな親分からスカウトが来て、うちの国に来ないかって、いや、 僕、ヤクザの方は、ちょっと見ですって言ってたんですね。で、その札幌にいた時に、そのお兄さんと何度も会ってくる中で、結局断ることはできなかったって言ったんですね。じゃあ、一回、じゃあ、親分のとこに会いに行きますって私は会いに行きました。そして、会ってくる中で、その親分に私は言ったんですね。もし自分がヤクザやるんだったら、親兄弟を捨ててきますって言ったんですよ。そしたら親分が、お前帰れって言われたんですね。え、どうしてですかって。 そういう考えでお前はヤクザやりたいのかって、はいって言ったら、お前が自分の親兄弟を大事にできなくて、なんで俺も大事にできるんだって言われたんですよ。その時びっくりしました。他の親分方はみんな、親兄弟を捨ててこい、俺はお前の親になって、俺はお前の面倒を見るからっていう、そういう人ばっかりだったんですね。でもその親分が違ったんですよ。その時に、あ、この親分だったら一緒についていけるかな、男に惚れるって思いながら、 この親分には連れてきたいって思って、そしてヤクザの道に入ったんですよ。だから、ヤクザが好きじゃなくて、親分に惚れたんですね。まあ、ヤクザに入ったら、いろんな自分の顔を裏なくちゃいけない。飲んでは、また酒を飲んでは、もう本当に暴れて、その出所のがあるんですけども、工場通りの喧嘩って言われる前に、もうどん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 私は顔が、まあ、有名になってたんで、私はだからお酒飲んで、進まれてると、みんながこう、酒で通るような感じ、そんな、そんなふうになってたんですね。 その兄貴君がいつも覚醒剤を打ってました。薬をやってる人間っていうのはずるいんですね。平気で嘘は言うし、親分の言うことも聞かない。私は絶対そんなふうになりたくないと思ってました。でも、その兄貴君が、自分がやってなくて、2年ぐらいした時に、お前、やるだけやってんだろ、じゃあ、1回ぐらいやってみろって言われたんですね。そしたら、俺の気持ちが分かるかなって思ったんです。自分は意志が強い。 絶対大丈夫だと思って、じゃあ、分かりました。1回だけやりますって私は、その薬を入れたんですね。でも、自分の意志の強いっていうのは裏腹で、自分は今度逆にやりたいっていう意志に変わってきたんですよ。だから、意志が弱いから、こう、
やめられないじゃなくて、逆にやりたい意志が強いんですよ。もう毎日毎日逆にはその薬に依存になってって結局やめられない薬になってたんですね。薬やってるとどうなるか、完全に頭がおかしくなるんですね。見えないものまでも見えてくるんですよ。幻覚幻聴、また詐欺師がすごいですね。警察が俺を殺しに来る、また誰か俺を捕まえに来る、またそんなようないろんな思いが来るんですよ。寝ててもね、落ち着かないんですね。天井にいろんな字が見えてくるんですよ。そしてあの壁が、また押し入れがどこどっていうと押し入れの中に誰かがいるような感じがするんですね。その中でその一緒に住んだ女性がいたんだけども、お願いだから薬をやめてくださいって言われたんだけども、彼女が仕事に行くとまた落ち着く。寝る時も自分は怖いから、怖いんですよ。日本刀を持って寝てるんですよ。こっち柳川墓地ですよ。そしてその持ちながら、あのお尻がガタガタって言うとお尻を刺すんですね、刀で。天井でもし音がすると天井誰かが覗いてるようにして天井を刺すんですね。誰もいないんですよ。でもそれだけ心が完全におかしくなってたんですね。彼女も結局泣きながら出てきました。気がついたら一人ぼっち、いろんな幻覚幻聴、あの覚醒剤の曲ってすごいですよ。聞こえないものが聞こえていくんですよ。お前生きてる資格なんかないよ、死んだ方がいいよ、そういう声が聞こえてくる。また自分も怖いから何時間もそのカーテンの隙間から外を覗いていくんですね。まともじゃない生活ですよ。どんどん痩せていって本当に完全に頭が狂ってしまって、それでも薬をやめることができなくなってきたんです。その時にみんな離れてしまって、聞こえてくる言葉、自分の兄弟分がいたんだけども、その兄弟分は腹を切って死にました。そいつの声が響いてくるんですよ。井上こっち来い、井上こっち来い、こっちの世界いいぞ。いつの間にか彼と会話してるんですよ。お前の世界そんなにいいのか、じゃあ俺お前のとこに行くよ。そしてしばらくの日にすすきの行って、お酒を飲んでいろんなお店挨拶に行って、そしてナイフを持って私は車で山に持ってったんですね。自分の人生を考えました。空を見ました。涙が出てきました。生き方が分からないんですよ。どうやって生きてるか分からない。誰か助けてくださいって言っても誰も助けてくれないんですね。みんな離れてしまって、そして気がついた私はそのナイフを持って腕を切っていったんです。どん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 血が流れていって、最後にはバチッと音を立って私は車の中で気絶しました。私の車が山道を塞いでいたので、トラックが朝方登ってきたんですね。クラクション鳴らしたんですよ。そのクラクションの音で目が覚めて、あ、俺生きてるんだと思った。でもこんな姿見つかったら警察に捕まるかもしれない。またそこから母親として逃げていくんですね。生き方がわからないから、死ぬことしか考えてないから、私はまたいつも死にたいと思う中で、その事務所の中当番になるんですって。夜中の1時過ぎたら誰も来ないですよ。でもその中でまた死にたいと思って、私はまた腕を切って、血管を切って、コップに血を何杯か開けて事務所で倒れたんですね。帰ってもらえはずの兄貴と弟分がその事務所にいて、私を見つけてすぐ救急車で運びました。弟分が、兄貴なんでこんなことするんですか、なんで自分に言ってくれないんですか、言うけども分からないんですよ。もう完全におかしかった自分が、もう誰もいないその生活の中で本当に狂ってしまって、生き方がなんか助けて助けてですよ。そんな中にあって、だから10年私がヤグナの生活していましたけども、気が付いたら3回自殺を試みていました。でも3度とも不思議なように私は助け出されていくんですね。10年経った時にその工務店の社長、友達がいるんだけども、井上さん仕事が忙しいから1ヶ月いいから仕事を手伝ってくれないか、あ、どうせ暇だからいいよって言ったのが、その小樽の歯医者さんの会社を持ち、彼女の家だったんですね。そしてその中で出会ってもらう中で、彼女がクリスチャンと思ってきました。あ、イエスキリスト俺知ってるよ。幼稚園がキリストの幼稚園だったんですね。そして小学校の 2,3 年までは教会学校にも通っていたんですよ。だから何か懐かしいような感じがしたんですね。なんか新しいっていうのを、なんか懐かしいような思いが来て、なんかふって喜びが来たんですね。でも仕事は1ヶ月で終わってしまいました。もう彼女とは会えないと思った。でもまた連絡が来て、お祭りにならない、1989年の4月の30日です。そして2人でお祭りに行きました。そして花火大会を見て帰る時に、彼女が小さな釣り紙をくれたんですね。これ何ですかって言ったら、聖書ですって言うんですね。実は私が返してたジャンパーを彼女なくしてしまったんですね。終わりの印ですって言ったのが聖書だったんですよ。一瞬ぐっとしました。なんで俺の聖書なんかよこすんだと思ってでもそれを持って、まあ、くれたから持って帰らなくちゃいけないなと思って、こう置いてたんですね。
気になるんですよ、この聖書は。そして読まなくちゃいけないのかな、読んだ方がいいのかなって、そういう方もやって、まあ、せっかく来るとか、じゃあ読んでみようかなと思って開いていったら、なんと新しい聖書じゃないんですね。折り目がついたような、手垢がついたような汚い聖書だったんですね。なんで人に物をくれていながらこれ汚い聖書を持ってないか。でもそこでその聖書を読んでいったんですよ。読んでいく中でマタイの5章の30節と言った時にこういう言葉がありました。もしあなたの右の手が罪を犯していたならそれを切ってすなさい。五体の一部を失っても全身や地獄に落ち込まない方があなたにとって益だと書いてあったので、びっくりしました。自分の手を見ました。本当に汚い手、この手で盗んで、この手で暴力振るって、今この手で麻薬振ってる、そう思った瞬間に涙が出てきたんです。自分にも分かんないけど、どん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 涙が出て、自分の手を見ながら本当に汚い手だ、この手を着て真面目になれるかなと思ったら本当に涙が今出ました。気が付いたら小さい時からの一つ一つの罪をずっとずっと、もう何時間も何時間も告白していったんですね。心の中に何かが足りなかった。でもその日の夜に何かいいものが入ったんですよ。闇の中にいたものが、その闇のが光に照らされたんですね。そしてそれが、私はその聖書をむさぼり読んできました。そしてヤクザの事務所の開いて読んでるんですね。若いやつが来て、本部長何読んでるんですか。お、これ聖書だよ、これなかなかいいこと書いてあるんだよ、お前読むかって。自分たちはいいですって。でもその聖書のことはイエス様が3つのことを語ってくれたんですよ。あなたを愛してますよ、あなたを守りますよ、そしていつも共にいますよっていう、この3つの言葉、多くの人は私から離れていったんですね。私は一人ぼっちだってことなんですよ。でもイエス様は私のところに来てくれて愛してるって言ってくれたんですよ。この言葉がどんなに嬉しかったか。私は聖書を読んでる中で、そして聖書を読み合って彼女に電話しました。いろんな質問をしてきました。必ず教会に来ませんかってですね。でも教会には清い人が行きましょう、また綺麗な人が行きましょう、俺みたいなものが行く場所じゃないっていつも答ってました。でも最後に、井上さん、私の教会には若くて綺麗な独身の女がたくさんいるので、そこまで誘うなら行きましょうって教会行ったんですね。でも初めて行った教会が自分をヤホだとしていながら迎えてくれたんですよ、笑顔で。井上さん、はじめまして、ようこそいらっしゃいましたって。でも目がね、みんなキラキラしてね、あの少女漫画に出てくるような星のような目をしてるんですね。もう本当にキラ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 して、こんな俺でも迎えてくれる場所があるんだと思って本当に嬉しかったんですね。そしてその帰り道は特別な思いでした。はじめは土曜日の3人の集会、それから日曜日の礼拝、また水曜日の勉強会帰っていくんですけども、自分がどん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 教会行って帰っていく中で親分に言われました。ちょっと来い、はい、井上、なんだその顔、その言葉遣い、お前もう少しヤクザらしくしろって言われました。そのぐらい笑顔に変わってたんですよ。イエス様を知ってから本当の光が、闇は光に勝つことはできなかったとありますけども、光が入った時から自分の内側でどん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 変化が起きて、いつの間にか麻薬もいらない、その覚醒剤もいらない、そして生きたいって死にたいって気持ちがなくなってくるんですよ。どん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 ニコニコなってくるんですね。また教会に帰ってくる中で、親分パチンコ好きなんですね。で日曜日になると、おい移動中で、あ、また今日パチンコかと思うんですね。で行って、あ、礼拝始まった、あ、どうしよう、あ、礼拝終わった、ちょっと失礼しますと私は教会に電話するんです。旧姓野田っちゅうんだけども、すいません野田さん、今日あの教会開いてごめんなさい、今親分としてパチンコ来てるんだけども、今日パチンコかけたら来週日曜日礼拝行けるんで勝てるようにお祈りしてください。彼女も大丈夫です、いつもお祈りしますとか言うんですけど、わけわかんないことをお祈りしたんだけども、その中で今度またある時に親分が急に、ね、ちょっとこれ、はい、お前明日日曜日どうするんだ、あの、いや別に何もありませんけども、お前教会行かなくていいのか、え、教会行っていいんですか、お、明日日曜日だからお前教会行けって言われて、今度親分の許可もらえないから大丈夫って教会から帰って親分に報告するんですね。いや今日も親分のためにみんなで祈ってくださったら、どうするかよ、ね、イエス様と出会った中でどんどん自分も清くなりたいと思ったんですね。もっと変わりたい、もっとイエス様に近づきたい、その時ずっと口ひげを伸ばしてました。そのひげは自分の兄弟がいて腹を切ったやつがいたんだけども、夜中の3時ぐらいまで一緒に酒飲んで、そして井上、この首日本一の首にしようなって語り合ってたんですね。
親分しげ伸ばしていくから同じようなしげ伸ばそうって言って彼と別れました。その後に彼は一人の女性のことが原因で自分で腹を刺したんですね。私はすぐ病院に飛んでいきました。そしたら井上、痛いよ痛いよ、俺本当にバカなことをしてしまったって言ったのが最後のことで、それから1週間昏睡状態を続けて彼は死んだんですね。その言うを待って伸ばしていたんだけども、何かイエス様に近づきたい、石田は悪いけど嬉しい人になった。私は髭を剃りました。そして次の日に彼女から出会ったんです。牧師先生の家で食事会があるから来ませんか、喜んできますって言ったら、親分も一緒に来ませんかってですね、いや親分はちょっと分からないですって親分と言って、なんかあの牧師先生の家で食事会があるけども行きますかって言ったら、明日のこと分からんって言うんですね。あ、分かんないですよねって言って部屋に帰って、でもその次の日の朝、私親分の方に行って、イエス様どうか言葉をください、今自分は今あの教会に帰ってたんでね、祈り方をしてたんですね。イエス様どうか親分の方に行きますから言葉をくださいって言って、親分、自分が世話になってる教会一度ぐらい挨拶に行ってくれたらどうですかって言うんですね。おーって一緒に行ってくれたんですよ。で、その車の中で、おいの上、今日俺は何を喋ったらいいんだったか、親分、食事ですから何も喋んなくていいですよって。そして親分も初めて教会に入りました。そしたら、おお、これがお前が通ってる教会か、教会ってなかなかいいもんだなってですね。それから牧師先生の部屋に入ったんですよ。そしたら親分が、その親分の小さい頃のことを話し始めていくんですね。貧しい家庭で育って遠足の時にそのお弁当を持っていくことはできなかった、でも隣の女の子がくれたあのおにぎりの味が忘れられないって言ってですね、親分何しゃべってもらってますか。その後に牧師先生お願いになります。私も井上の親として、井上が本当にこれから真面目にやってるんだったら、ヤクザの世界から足を洗わせます。よろしくお願いしますって頭を下げたんですよ。ヤクザっていうのは、自分が神様なんですよ、マジで親分が。初めて会った人が絶対頭を下げないんですね。本当奇跡なんですよ、これは。なぜ頭を下げてまでも自分の若い衆を預けるなんて言うんでしょうか。本当にこれは奇跡ですよね。私はその言葉を聞いた時にびっくりしました。でも涙が出てきました。そして牧師先生に手を取って、先生お祈りありがとうございますって言いました。そして帰りの車の中で、親分何だろうって言ったんですかって言ったら、ないんじゃないかって親分涙流したんですよ。うちの国で4人が死んでるんですね。それはさっきも言ったように腹を切って死にました。私が尊敬した兄貴は癌で亡くなりました。若い奴は覚醒剤を打って冬戸を開けっぱなしにして、もう凍えるようにして死んでいったんですね。私をヤクザ引っ張った兄貴は最終的には覚醒剤を打って首して死んだんですよ。その原因は私だったんですね。その兄貴がある時に浅草に逃げたことがあったんです。私も浅草に逃げて名前を変えて別の組織にいたことがあったんですけども、兄貴と再会できました。井上、薬いないか、いや、ないですよ、頼む一回だけでいいか、わかりました、じゃあ一回で紹介しますと私は紹介したんですね。そしてそれから1週間後また兄貴から電話があったんです。井上、薬ないか、いや、ないですよ、頼む、これが最後だから、いや、でも兄貴も、兄貴ともじゃあ縁切りますよと言ったんですね。縁切ってもいいよ、俺はお前のこともあの自分の若い人と若い人というように兄弟の杯が脱出するっていうぐらい、じゃあ分かりました、じゃあもう兄貴と呼ばなくていいですね、と私は紹介したんですよ。そしてそれから兄貴は薬を打って1週間後首して死んだんですよ。本当に悔しいですよ。私は今もそれはずっと自分が生きてる限りこれをずっと背負っていかなくちゃいけないんですね。もし自分が紹介してなかったら兄貴はもう1日も2日も生き延びたかもしれないんですよ。そのだったら私は本当にその覚醒で薬が憎いんですね。今若い人たちがいろんな薬に頂戴してしまっていますよね。脱法ハブとかいろんなことがあります。でもあれは本当に人を狂わしてしまうんですね。私も同じようにそれが本当に悔しいんです。だからね、兄貴も死にました。親分は私が自殺未遂したのをしていたんですね。このまんまヤクザやってたらあいつは本当に死んでしまうんじゃないだろうかっていう、そういう親心があって辞めさせるっていう約束をしてくれたんですよ。でもその年は本当に抗争事件がありました。ヤクザで生まれたんだったら最後はヤクザで死にたかったです。だから抗争事件があるたびに自分は手を挙げていくんですね。でも自分が手を挙げる喧嘩が全部一日で蹴りがつくんですよ。ヤクザの喧嘩はやられたらやり返すですね。一日で蹴りがつくことがないですよ。でもイエス様は言いました、あなたを守るって言いました。
そのママの時に本当にそのあれを守ってくれたんですね。1989年の12月の24日、ちょうどクリスマスイブの晩です。また本部から電話がありました。本部長、経過です。すぐ来てください。私は1時間したら戻るって、あの頃、携帯ではないですから、送ってくるんですね。1時間したら戻るって私は電話を切りました。礼拝のイブの晩、一番後ろに座って泣きながらイエス様に訴えました。イエス様、あの親分の約束があったのに、なぜなくてまだやめられないんですか、なぜ喧嘩に行かなくちゃいけないんですかって私は泣きながら泣きながら訴えたんですね。そして教会を出ようとしたら一人の青年が私のところに来ました。井上さん、私はヤクザのことは分かりません、でも自分ができることあります、祈ります、また次の日曜日一緒に礼拝できることを祈ってますって言ってくれました。そしてその喧嘩も本当に行かなくて済んで、私はその次の日曜日にあの礼拝を受けることができたんですね。年が明けて1990年の1月の15日また大きな喧嘩が始まりました。その時私はヒットマンに選ばれたんですね。ヒットマンというのは5人のヒットマンに選ばれたんだけども、ヒットマンは自分が相手に事務所に突っ込んでてもう二度と帰ってこれないようなそういうような役目だったんですね。私はそれを誇りと思います。北海道から川崎に飛びました。その時親分がずっと運転してってくれたんですね。もう二度と私たちと会えないかもしれないっていうその思いの中で親分がもう本当に狙いで運転してくれました。そしてその中で鉄筋の仕事をしながらカモフラージュしながらまた連絡があったら相手に事務所に突っ込んでいくっていうそういう命令だったんです。そんな中で私は覚醒剤を預かりました。こんなものが俺をダメにするんだ、なぜまたこれを預かんなくちゃいけないんだろうか、たった一回の覚醒剤で自分の人生はおかしくなってしまった、今せっかく教会ってやめられてるのになぜこれがまた手元に来るんだろうか、イエス様、私はこれを返しに行きたい。でもその預けた人たちはものすごく怖い人だったんですね。ものすごく凶暴して上からの命令ですから入るしかないんですよ。でもそれを返しに行くってことは焼きを入れられるかもしれない、でもそれでも構わない。でもその人は私にそれを預けた人は自分一回 寝てる時に襲われて思いっきり顔を踏んづけられたことがあったんですね。もう血が止まりませんでした。そういうような人だったんです。でもイエス様、もうこれは私が持ってことはできない、返しに行きます。私は祈りながらそれを持ってきました。おっって言って手に取ってくれたんですね。これ私は預かることができませんって言ったら、お、分かったって手に取ってくれたんですよ。それからピュッと私は覚醒剤が止まったんですよ。そしてその喧嘩も行かなくなって済んで全部終わってしまって、3月末に私はまた北海道に戻りました。1990年の4月の5日組の大事な規約を決めてきました。一つ親分に絶対したがるし、一つ喧嘩をやっちゃいけない、一つ覚醒剤をやっちゃいけない。でも一番最初の一つ親分に絶対従うべしってところに目が止まりました。違う、俺の親分がイエス様だ、もうこのヤクザの親分に自分はついていくことができない、イエス様言葉ください、言葉くださいと私は祈りました。親分の話がありますったら、女の話してみろ、いや若い奴がいる前にちょっと話ができません、組の大事な規約を決めてるのに親分はお前らみんな帰るって返して二人っきりになったんですよ。イエス様言葉ください、これから大事な話をしなくちゃいけません、どうか言葉くださいって言ったら、親分がお前ヤクザ辞めたいんだろう、辞めたいです、そっか、その約束はちゃんと覚えてる、男が一回ツバ入ったツバを一回入ったツバ飲まないって言ってたんですね。そっか、気をつけていけよ、そっか、約束してくれたんですよ。その日の夜に親子と一緒に酒飲みました。いろんなこと語ってきました。井上、お前みたい若い人は本当にいなかった。私は親子の片腕だったんですね。組にはいろんな道具があります。でもその道具は誰も知らないんですね。親分と私しか隠し場所を知らないんですよ。そこまで私は信頼されていたんですね。だからで、お前はお前みたいな若い人はいなかった、だからな井上、お前の代わりに誰か 2,3 人用意してくれないかって言ったんですよ。親分、自分これから真面目になってるのになんでこれからの時代を若い人に押しなくちゃいけないんですかって言ったら、まあ、それもそうだなって言ったんですよ。そして私は親分に言いました。自分はヤクザ辞めますけども、男を辞めたわけじゃないから、また遊びに来ていいですかと、いつでも来い。教会のメンバー一緒に来ていいですかと、いつも連れておいてって言ってくれました。そして、親分に言いました。親分、親分もヤクザ辞めるために私は祈りますって言いました。井上、俺はお前と違って、ヤクザ辞められないんだ。いや、辞めることができないんだ。でも、親父さん、5年でも10年でも私は
祈ります。親分がやめたやめるために祈りますって言って、その約束を持って私はお宅地のところに行ったんですね。なので本当にその教会から5分の後にアパートも与えられました。逃げてばっかしの人生、また自分はその、木工所に面接できたんですけども、教会から5分、家から5分、本当三角形で盗むような感じだったんですけども、10年間空白の履歴書を持ってたんですね。正直に来たかったんです。イエス様と出会う前は逃げてばっかしの人生でした。もう逃げることないんだ、この方が私の親分だったら全部この方に命を預けていきたい、そういうもので私は10年間空白の履歴書を持って面接に行ったんです。この10年間私はヤブダやってました。指がなくて私は体にリズムに入ってます。こんな私も使ってもらえますかって正直に話をしていました。そしたらその社長さんが、明日返事しますよろしくお願いしますと、私は教会に戻って先生に報告して部屋に戻りました。私が教会に出た後にその社長さんが教会に飛び込んできたんですって、泣きながら。そして僕先生に、今の時代は自分のことをよく言う時代、自分のことを隠す時代、でも井上さんが正直に言ってくれたことが嬉しい、この会社を選んでくれたことがとっても嬉しい、明日返事するって言ったけども明日から仕事に来てくださいっていう連絡があったんですよ。そして私は次の日から会社に行くことができました。1ヶ月14万円のお給料です。材木を担ぐ仕事、本当に肩を壊したりまた腰を壊したりしました。でそれで休むと1ヶ月8万円ぐらいになるんですね。だからね、10分の1の神様にお返しして、また家賃とかあるとほとんど残らないんです。でもとってもとっても私は幸せでした。そして5月の連休になる頃に、その社長さんが、井上さん、お金あるの？私は本当に裸でその札幌から小樽に行ったんですね。ほとんど何もない状態で行ったんです。だから家賃のことも考えてませんでした。その家賃も面白かったんですよ。アパートを決めるときに自分がそのアパートの前に立ってたら、おばあちゃんが来て、あんた何見てんの？いや、あそこ空いてるかなと思って言ったら、空いてるよ、あんた入りたいの？大家さんだったんですね。礼金敷金いらないよ、家賃も頭割れていいよって言ってくれて、なんか怪しそうなおばあちゃんだった。でも本当に家賃が後払いで礼金敷金いただいても神様さん、教会から5分ですからね、そこまでやられたんです。でもその5月の連休になった時にまた家賃払わなくちゃいけない、そのこと全然覚えてませんでした、忘れてました。そしたら社長が、井上さん、お金あるの？いや、ないです。そしたら、これ10万円貸してあげるから、これで連休おいしいものでも食べなさい。ありがとうございます。そしてそのお金して毎月毎月返済していったんだけども、そのお金持って初めて、これで家賃に払っていけるんだっていう、なんか本当にこう不思議なような勉強だったんですね。なので私はそのことを会社の同僚に言いました。いや、社長がお金貸してくれたんだって。嘘、俺この前社長の方に、社長ちょっとお金貸してくださいって言ったら、うちは金貸しじゃねって断れたんですよ。気がついたら本当にイエス様はいつも私の周りにいろんな方々を見つけて、私が生きれるようにしてくれていたんですね。イエス様の恵みってすごいですよ。恵みって皆さん感じありますよね。恵みって感じ、十字架を思うと恵みって感じになるんですよ。だから本当に私はその日々十字架を思ってればいいんですね。洗礼式の準備をしてきました。1990年の6月の3日、ペンテコスの日、私はシャワーを浴びて裸でひざまずきました。イエス様、これが私の体、本当に汚い体、今日あなたの声を食べることを心から感謝しますってお祈りしてきました。そしたら小さな声がここに響いてきました。そのまんまのあなたを愛してるよ、あなたが清いとか汚いとか、それは私にとって関係のないことだ、そのまんまのあなたを愛してますよ。私は服を着て教会に向かいました。その道のりが5分の道のりなんだけども、本当にもう喜びなんですね。その道端の草花がね、おめでとうございますって、電信柱がおめでとうございますって頭下げるような、そういう思いですよ。もう本当に喜びで、教会に入ったらもう涙が止まりませんでした。やっとイエス様の子になるんだ、今日はどれだけ本当にイエス様の子になりたかったか、本当にそのこと思って、そして洗礼を授けられると、ずっとずっと泣いてきました。そして洗礼が授けられて、最後のオルガンバースの時に一つの幻が見えました。天国でイエス様が見えたんです。そしてみんな真っ白い衣を着て楽しそうにしてるんですね。で、私のそばから天使が登ってきて、イエス様の方向かって言ったんですよ。生まれたぞー、生まれたぞーと、しかすっごい天国でうわーって生まれたって、ものすごい喜びがあったんですね。びっくりして、また変な原曲見てるんじゃないかと思って、教会の中で歌、目を閉じると、すっごい喜びだったんですよ。そ
方に私ある人に聞きました。今こんな幻見たんだけどこれ何言ったんでさ、それ聖書に書いてあるよ。罪人が一人でも悔い改めて祈るなら神の御使いの前に喜びがある。そのことを教えてくれたんですね。でも生まれたって表現なんですよ。洗礼を受けるということはただの儀式じゃないですね。命の主、天の命の主に名前が記される神様との契約の時なんですよ。それが洗礼なんですね。ということを私は思いながら本当に恵みに満たされてきました。私を変えてくださったイエス様はまた私は祈ることを教えられました。ずっと親分のことを祈ってました。二人で毎週月曜日は親分のために祈る日を決めていたんですね。その間でも僕はずっと祈っていたんだけども、その時ある時に純一族さんがこう言ったんですね。私断食して祈るって言ったんですね。え、ちょっと待って、なんでそこまで進んでるの俺の方が親分を愛してるんだよってでもその時、あ、このクリスチャンの祈りってこういう祈りがあるんだ、身を削ってまでも祈り、あ、それで俺が救われたんじゃないだろうか、そういうふうに思いました。自分が親分たちと一生懸命祈っている中で、クリスチャンになってから2年後、親分がヤクザの組を解散したんですよ。すごいと思いませんか。このちっぽけな祈りでも神様が覚えてくださって、お前とは違ってやめることはできないって親分がヤクザの組を解散したんですよ。そしてその年の12月にこの息子を変えた神がいる。親戚中から後ろに定めて誰も変えることができなかったこの息子を変えた神がいるんだって言って、私の父が70歳で洗礼を受けたんですね。イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われてあります。今から14年前父は天国に帰ってきました。最後帰っている時に、その私ちょうど秋田県で保護所していたんですね。病院から電話があって、お父さんがもう危ないんですけど、あ、私は今行くことはできませんけども、兄弟みんなそっちの方にいますのでよろしくお願いしますって言いました。牧師先生が、お父さん最後に何か言うことはないでしょうか。私の父はこれから進んでいく人です、何もありません、本当に心安らかです、何もありませんってパッて目を開いてそのまま帰ってたんですよ。その目を見た看護師さん、この方はクリスチャンじゃないです。今までいろんな亡くなっている方を見たけども、こんな綺麗な目を見たことがないって言ってたんですね。父親は最後はその本当に笑顔で、その本当に目を持って証ししてって天国に帰っていたんです。人生は一回しかないんじゃないでしょうか。自分が一生懸命自分で生きようとした時には生きることはできなかったんですね。生きることをやめた時にイエス様が私には生きれるように来てくれたんです。私は宗教なんかしてないですよ。私はただこの方が私の命の恩人なんだって。もしこの方と私は出会ってなかったら、その覚醒でおかしくて、もしかしたら私は殺してたかもしれないよね。刑務所に入ってるか、自分で自殺してるか、またおかしくなって病院に入ってるか、その人生しかなかった私がイエス様によって生かされてる人生、闇が光に勝つことができなかった、本当その光と出会った瞬間から私の人生は変わってたんですね。人生人が生まれる、人生人が生きる、もう一つ人生人が生かされているんだということ、その今生かされている人生を歩まさせてもらっています。今日本ではどれだけの方々が本当に自殺しているんでしょうか。年間に3万の人たちが自殺しているんですね。日本は先進国って言われていますけれども、その中で10代、20代のその自殺が世界一なんですよ。なぜでしょうか。みんな生き方が分からないんですね。希望がないんですよ。どうやって生きていいか分からないんですよ。だから叫んでですね、助けてって、私の生き方が分かりませんでした。その中で自分が本当にそのイエス様と出会った中で生きる喜びを与えられました。どんな風に生きていいか分からなかった。でも自分が一生懸命生きようとした時は本当に生きてなかったんですよ。でも死にたいって思った時から、もうその時からもう死んでるんですね。でもイエス様は私が生きれるようにする、悪魔と言います、その声も聞きました。でもその声は私をどん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 滅びの穴に引きずっていくんですね。私は死ぬようにしていくんですよ。でもイエス様は私を生きれるようにしてくださっているんですね。だから感謝することしかないですね。この今日本の時に日本で祝福されていると思いますか。本当にみんな乾いてるんです。乾いて助けを求めているんですね。この秋田県も65歳の自殺がすごく多いってきました。
や都道府県で見たら秋田県が一番多いんじゃないでしょうか。どうしてでしょうか。希望がないんですよ。でもイエス様に出会うと希望があるんですよ。こんな私も変えられたんですね。イエス様、どうかこの地にあなたの生ける水を流してください、上から注いでくださいっていう、そういう思いを込めて作りました。あれ慌てたこの地を主は哀れんで涙を流す、生きるために主は出てを埋められた命の水がこの地に来ました。でもこんなの結婚式になれて怒って帰っちゃったんですね。でも親戚からもみんなからも本当に嫌われていましたけども、でも祝福に乗ってたら祝福が返ってきました。親はもう反対、家族も親戚もそんな中にあって、彼女の家に初めて行ったのは2001年の1月の自分との結婚記念日です。私たちは問題があるといつも山に登って断食するんですね。私の奥さんと結婚した時は2000年を迎えることなんて考えてなかったんです。どうやって生きていくか、
働いても給料がもらえなかったのもあります。今結婚して18年ですけども、そのうちの5年間ぐらいしかお給料もらったことがないんですね。どうやって生活してるか分からないんです。でもどんなにやってもいつもイエス様が助けてくれて、あなたを守るってイエス様がいつもいて、今の生活があります。今彼女の家に、その子は本当に結婚記念日にね、初めて彼女の家に行って、その時山に登って断食して1月3日降りたら、お父さんから電話があって、正月帰ってこないのか、帰るよ、旦那は一緒に連れてこないのか、え、一緒に行っていいの、このままじゃ危ないから一緒に帰ってもいいって、2人で返事を決めたのが、帰ったのがちょうど結婚記念日でした。初めて彼女の家の指定を式を持ってきました。ただいまって言いました。お帰りって言ってたんですよ。そしてお父さんが疲れたの、そこで寝たら、お兄さんが、じゃあその寝たら風邪ひく、上で寝た方がいいよ、お父さんが、じゃあ二人の寝顔を見ていたい、言ってくれたんですよ。許されたと思います。神様の許してすごいと思いませんか。その時はもうお母さんが亡くなっていたんだけども、その年の夏にお母さんの一周期がありました。その時に親戚が集まって、初めて親戚の前でこれがひでこの旦那ですって紹介してくれたんです。みんな泣きました。本当に泣きました。今親戚家族みんなが何て言ってても思いますか。井上さんと結婚してよかったって私がもし本当に変な道を歩んでいたら、イエス様知ってもね、本当に変な道を歩んでいたら祝福なんかないですよ。親はこう見たら分かるんですね、どんな生活してるか。でもその中でみんなが安心して、そしてみんなが今応援してくれているんです。私が今テーマにしているのは、生きるって素晴らしいっていう、生きるって本当に素晴らしいと思いませんか。イエス様が私を生かしてくださってるんだってことをどうぞ思いながら、生きるって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 生き
人生、私の親戚、4人の方が3人ですね、自殺してるんですね。井上家は呪われているんじゃないかって思ったこともありました。私の名曲はずっとリストカットして、最後には命を取ってしまいました。多くの人たちが生きる希望を持ってほしいなと思っています。光、その光と出会うとどんな人も変えられるんだと。誰でも救世主であるならば、その人は新しく作られたもの、フリームなしになって、身を全てが私になったとあります。全てが変わるんですよ。ここだけが変えられたんじゃないですね。全てが変えられた。どんな私でも変えられたんです。皆さん、今から約30年前、私は日本と思って部屋でうろうろしてたんですよ。ね、覚醒剤でおかしかったんですよ。薬で薬やっておかしかったんですよ。でも今はその中で、その刀からギターに変えられました。そして今も実は役をやってるんですね。新役、旧役で、今新しい組に入ることができました。めぐみ、本当に感謝ですよね。本当にこんな素晴らしい人生なんかないってことですよね。でも本当にここまで変えてくださる方がいい。だから皆さん、希望を持ってください。この大館にもたくさんたくさん苦しんでいる人がいて、また子供たちがこの麻薬から守られるように、皆さんどうか祈ってみてください。またクリスチャンじゃない人、あの祈りを変えた神様が本当にいるんだったら、今こんな問題を持っていますから、どうか助けてくださいって祈ってみてください。私はイエス様に、あなたが本当の神様だったら私を助けてくださいって言ったんです。でももうイエス様はその時から、いや、私が生まれる前から私を愛してくださって、そして小さい時のその幼稚園も全部、いや、気がつけばこの自分がこの山があったり谷があったり、そういう人生だったかもしれない。自分が洗礼式の時に自分の人生を振り返りました。でもまっすぐな道しか見えなかったですね。あ、自分が苦しんだ道、実は何も苦しむことはなかった。あの時もイエス様が助けてくれたんだ、そのことを思いました。よく人につまずくことありますよね。皆さん、つまずくっていうのは小さな石でつまずくんですよね。大きな石がぶつかるっていうんですね。意外に自分がつまずいたつまずいたっていうのは小さな問題かもしれないです。そんな問題はね、乗り越えられるんですよ。本当、そのイエス様によって光は闇を消しかせる。これイエス様とぜひ出会ってほしいなと願っています。また今度ここに行く機会があったら、またぜひ皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。本当にありがとうございました。祈ります。お気持ちを本当に感謝いたします。村上先生、ありがとうございます。緑の幕が教会、ありがとうございます。こうして初めて来ることができました。イエス様、感謝いたします。イエス様、ここにいるお一人一人の神様、どうぞあなたが祝してくださいますように、心からお願いいたします。病の方がいますか、神様どうぞ癒してください。また問題がある方がいますか、神様どうぞその問題を解決してください。また親子関係で苦しんでいる人がいるでしょうか、神様どうぞその親子関係の修復をお与えくださいますように、心からお願いいたします。イエス様、どうぞ主よ、上からの魂がここに来てイエス様と出会うことができますように、どうぞ主よ、村子先生をまた用いてくださいますように、心からお願いいたします。主よ、この町もたくさんたくさん悩んでいる方々がいると思います。どうぞその一人一人にあなたの光をお与えくださいますように、心からお願いいたします。今日のこの素晴らしい時を感謝いたします。イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。感謝します。